オープン。Here we go。オープン。うわーすごいかわいい。これ全部にイラストが書いてある。すごいかわいい。キティちゃんとか。タコパティから食べてみたいと思います。オープン。うわ、見た目は本当にたこ焼きだ。すごい。たこ焼きスティックみたいな。へー、面白い。で、これがパイ生地みたいな感じなんだ。じゃあ、いただきまーす。なんかホロホロ落ちそうだね。これスイーツなの？ハロー、シルジャパン TV。 今回はじゃじゃん、サンリオピューロランドに行ってきました。というわけで、買ったものと最近集めたサンリオグッズを紹介していきたいと思います。まずは黒耳のニットなんだけど、なんかこれからの季節にぴったりの厚めの生地で、で色もグレーだから何にでも合わせやすくて可愛いかなと思って。あとは黒みのカチューシャ。そしてサンリオピューロランドではレザースカートも売ってたよ。こんな感じでワンポイントのマークがついています。これとこれもね、合わせて着てもいいかなって感じ。なんか中がね、こんな風に中の生地にもこだわりが。じゃあ早速着替えてきます。じゃじゃーん。着替えてみたらこんな感じ。うん、なかなかいいね。じゃん。そしてこれがじゃん、ギャルクマのキティちゃん。サテンのリボンとヒョウ柄がめちゃくちゃ可愛い。なんか平成のギャルキティって感じだよね。すごい可愛くて一目惚れして買っちゃいました。タグも可愛い。そしてじゃん、スリッパはマイメロディーにしました。ここになんかピューロランドのマークが入ってて、すごいふわふわで可愛い。うん、これもめちゃくちゃいろんなキャラクターが売ってた。じゃじゃん、ビーズ入りマスコット、シャカシャカシャカ、可愛いよね。これは2つ買ってお母さんとお揃いにしたよ。じゃん。そしてこっちがじゃん、大阪で買った黒みとマイメロの大阪限定のキーホルダー。すごい可愛い。大阪限定も結構たくさんあったんだよね。このカチューシャもすごい可愛いよね。これからのハロウィンにも良さそう。じゃあ今度はこの T シャツに着替えてきます。 Here we go。じゃん、 T シャツこんな感じ。すごいかわいい、メルヘンチックなクロミちゃん。なんかこれサンリオくじで前もらったんだけど、なんかクロミちゃんって紫のイメージだけど、紫のなんかこの色がかわいい。私は真っ黒のクロミちゃんより紫のクロミちゃんの方が好きかも。かわいいデザイン。サイズ感もちょうどいいし、もちろんこのスカートともぴったり。ルームウェアに着替えてみます。かわいい。よいしょ、じゃじゃん。ルームウェアはこんな感じ。ちょっとふわっとしてる。そしてクロミちゃんのフーディー。じゃじゃん。うわ、かわいい。すごいふわふわ。じゃん。これからの季節にすごい良さそう。あったかい、ふわふわ。じゃじゃじゃん。うん、これはいいね。はい、そして最後はお菓子の紹介のコーナー。こっちはサンリオピューロランドで買ったクッキーなんだけど、そしてこっちがじゃん、大阪タコパティ、パティエ。なんかたこ焼きのスイーツなんだって。面白いよね。ちょっとなかなか珍しいかなと思って買ったのと、あとこれは東京バナナから出てるお菓子なんだけど、なんかディズニーの箱が可愛くてちょっと買ってみました。じゃあどんな感じか開けていきたいと思います。まずピューロランドから開けようかな。
いや、すごい可愛くて開けるのもったいないね。オープン。わあ、綺麗に開けないと。あー、いいや。バリベリー。あー、じゃん。あ、箱はすごいシンプル。そうなんだ。じゃあ、開けてみます。Here we go. オープン。うわー、すごい可愛い。これ全部にイラストが書いてある。じゃじゃん。こんな感じ。すごい可愛い。ブルーとピンクのパッケージがあるんだけど、キャラクターはすごい全種類いるんじゃないのっていうぐらい。いろんなキャラクターがいる。すごい可愛い。キティちゃんとか。キララー。うーわ、これ可愛くて食べれないね。うわ、こんな感じ。すごい。ポムポムプリンとか。すごい、すごいこだわりがあるね。可愛い、すごい。こんな感じなんだ。ピューロランドに行ってきました。クッキー、うん、かわいいね。すごい。へえ。じゃあ続いてはこちら、じゃん。タコパティ。これは大阪で買ったんだけど、大阪名物、なんかたこ焼きのスイーツなんだって。ちょっとよくわからないけど、気になったので買ってみましたね。不思議。それとこっちが東京バナナの、ディズニーエディション。オープン。かわいい。これは東京バナナとは思わない感じ。これは同じだ、全部イラストが。すごい素敵。じゃあ早速、お菓子1個ずつ食べてみようかな。タコパティエから食べてみたいと思います。サクサクのパイかな。ちょっとすごいね、パッケージからしておしゃれ。オープン。うわ、見た目は本当にたこ焼きだ。すごい。たこ焼きスティックみたいな。へー、面白い。で、これがパイ生地みたいな感じなんだ。じゃあいただきます。なんかホロホロ落ちそうだね。うん、あ、甘じょっぱい。うん、すごいサクサク。たこ焼きなんだけど、うん、でもしょっぱいかな。うん、すごい香りはソースの感じで。これスイーツなの？うん、スイーツのような、お酒のおつまみのような。面白い味。うん、おいしい。ちょっと上品なたこ焼きみたいな感じかな。本格たこ焼きスイーツ。じゃあ続いては、じゃん、サンリオクッキー。いや、どのキャラクターにしようかな。じゃあキキララにします。じゃじゃん、ネイルと同じキキララ。じゃあ、うわー、すごいかわいい。めっちゃくちゃ綺麗に描かれてる。これは食べづらいね。すごいもったいない。うん、バターのいい香り。じゃあいただきます。うん、クッキーは普通なんだけど。うん、このイラストが描いてあるのがやっぱり可愛いよね。うん、みんなに配りたくなる。もらったらもらったで、なんか食べづらいね、可愛すぎて。はい、じゃあ最後は、ディズニーの東京バナナのクッキー。オープン。かわいい。あ、東京バナナのバナナの形をして、すごいチョコレートが大きい。ホワイトチョコレートのラングドシャクッキーかな。これ何のキャラクターかちょっとわかんないんだけど。美味しそう。いただきます。うん、バナナの風味がして、このチョコレートが厚みでめちゃくちゃ美味しい。うーん、美味しい。うん、でもいろんなお土産を買ってきて、たまに旅行もいいなって思いました。じゃじゃん、大阪のキーホルダーは私がクロミをもらいました。これがピ
ピューロランドのチケットすごい可愛いよね。じゃじゃん、こんな感じ。これは可愛いので思い出に取っといてます。キーホルダーばっかり買っちゃったんだけど、なんかもう見るたびに癒される、可愛くてシャカシャカ。柿の種、柿の種もサンリオ、めっちゃくちゃ可愛い。じゃじゃん、いろんなキャラクターがいて、で個包装になってて、こんな感じ、可愛いよね。でこっちのピンク、こっちのピンクが普通のノーマル味で、こっちがチーズ味みたい。可愛くて食べれないけど、これもクッキーと一緒になんか配りたくなる可愛さだよね。あ、柿の種。これは普通だね。じゃじゃん、うん、こんな風に比べるとだいぶ違うね。ビールに合いそう。うん、普通に柿の種美味しい。うん、あ、チーズ結構濃厚で美味しいかも。はい、そして2つ目がこっちも熊野プーさんの銀座のハニーケーキ。いろんな顔があってすごい可愛いよね。美味しそう、これ可愛いかも。個人的にはこれが好きかな。じゃじゃん、こんな感じ。すごい可愛いね、プーさん。ちょっと顔寄っちゃってるね。でなんか卵みたいな形で、でかあの生地は多分東京バナナと同じでバナナクリームだから、で本当にデザイン違いかなと思ってたんだけど、これよく見たらハニーケーキということで、うん、東京バナナじゃない別の商品だった。じゃあ早速食べてみます。いただきます。 Here we go。 美味しい。で中のクリームがすごい蜂蜜って感じで、うん、美味しい。プーさんの味。このね、東京バナナは凍らせて食べても美味しいので、アイスケーキみたいな感じで美味しい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。じゃあまた次のシルジャパン TV でお会いしましょう。バイバーイ。